ああ、小鳥に呼ばれたか。上杉家御手選び35行の一つ、無名一文字、合して三丁毛だ。我が家の鳥たちは集まっているか。お任せあれ。あなたにあだなすことごとく地祭りにあげましょう。分かった。率いるのは慣れている。どう使おうか。戦準備は万全だ。どう使おうか。一文字一家の長ではあるが、君の持ち刀でもある。一介の部下というわけさ。一文字一家の長ではあるが、君の持ち刀でも一文字一家の長ではあるが、君の持ち刀でもある。一介の部下というわけさ。一文字地元というものは我々の物語を語り継ぐ基盤でもある。気を配らねばならないのさ。刀剣男子という呼び名が少々気恥ずかしくもある。古臭いのでな、お許しいただこう。打ち入りだ。首を並べて部位を示せ。状況を報告しろ。追い詰めるぞ。勝つための戦、始めるとしよう。跳ねる。面白い。切る。古臭いのでな、はしゃぎはしないさ。
これは収穫だな。状況を報告しろ。追い詰めるぞ。勝つための戦、始めるとしよう。切る。見誤ったか。跳ねる。本気でやらねばならないようだな。そら、鳥が飛ぶぞ。古臭いのでな、はしゃぎはしないさ。こっぴどくやられてしまった。無様なものだよ。このままでは邪魔になるだけか。